初めて触らせていただくんで、たどたどしいところがあるかもしれないんですけど、こういった画面になってますね。ここがプレロマっていうあの DS 版でも出たところなんですけれども、うんうんうん、ここが大変なところになってるという感じです。あ、下の画面がマップになってるんですね、はい、そうですそうです。でこのピンクのところに竜がいるので、基本は竜のところを目指せばいいですかね。はい、あ、じゃ あ、 あ、いました。あ、後ろから、はい、うわ後ろから来た方が先行取られた。あいきなり、いきなり先制取られてしまいました。後ろ取られると先制攻撃を。そうなんですよ。そうですね、後ろを取ろうとして取られてしまいました。じゃあ最初は普通にアタックからやっていきましょうかね。はい、お願いします。こうチビキャラたちがガンガンとテンポよく攻撃を入れていくのがこのシリーズのやっぱね、はい、いい点というか、かわいい、はい、うん、すごくテンポが良いので、はい、これがキリンなので、ちょっと首がちょっとはみ出てるっていう。あの見えないですね、顔がね。そうですね、うん、やってしまった感じが、はい、で 下画面なんかね、はい、さっき言ってた9人パーティーの、はい、6人が表示されてる感じですかね、はいはい、今戦ってるのがファーストユニットっていうあの前列のキャラなんですけど、下のキャラが、はい、他の2つのパーティーになってて、ゲージがあのターンを超えていくと溜まっていく。今溜まってますね。で、こいつらを使ってあの協力させることができて、はい、横1列がパーティーなんですけど、はい、どっちにしましょうか。どっちのパーティーに協力させます？そうですね、じゃあキャラクターをタッチしてみると、はい、下に効果が出るんですけれども、おお、はい、物理攻撃アップ。そうですね。で、あの横の方はその横の方は状態異常、一番下にちゃんと説明がね、はい、状態異常とかこういう風に、はい、でパーティーレコードを、全員の速度アップ、はいはい、パーティーレコードをするので、それを横一列でちょっとタッチしていただくと、うん、こういうことですね。はい、カバさん大丈夫ですか？はい、ちょっとすいません。ゴミでこういう風にね、選択できましたね。はい、でこれでボタンを押していただくと、うん、あのセカンドユニットが、はい、サポートで攻撃力が上昇したり、はい、前列の攻撃力を上げたりとか、いろんなことをして素早さを上げたりとかしてくれるようになってます。これが職業ごとにいろんな能力があるので、そこもまたパーティーを編成する時の、あの面白さにつながると思ってます。あ、コメントであの重複は可なんですかって書いてあるんです。これはですね、重複可になってるので、はい、かければかけるほどどんどん強くなっていくという感じになるので、じゃあ攻撃とかなるべくしたらすぐ使って。そうですね。でサポート以外にもバディっていう要素もあるので、はい、この3つのゲージをいかに使うかっていうところが、その強い敵に勝つための要素になってるという感じになります。強い、さっきよりもね、スキルも使ってるので随分攻撃力がかなり上がってますね。あ、なんかおおおおお、こう回復しないとやばいかもしれないです、ね、上の画面の下の3人と下の画面の6人で9人ってことですね。あとはバディっていう要素があるので、はい、それもできるようにちょっと見ていただきたいんですけど、はい、ここはちょっと一旦飛ばしていただいて、はい、あ、でももう一回じゃあ下のやつも、下の3人ももう溜まってるのでちょっと使ってみて、はい、せっかくなので、ね、はい、隙を見せない。あ、ちょうどこれで回復が、はい、これちょっと、はい、今やって本当だ。ゴッドハンドはサポートで回復をしてくれるので、うんうんうん、ゴッドハンドがいるとすごく回復系は有利になります。で、あとはその攻撃力とかを上げたいときに、今あの上の列のコマンド入力画面になっているので、はい、下画面でそこでタッチしていただくと、はい、今度はあのバディの時の効果がキャラクターのごとに出ます。で、例えばその2列目の右上のジェットとかだと、はい、あの敵に火傷とか凍傷とかをつけてくれるので、っていうのをあの今上の子の行動をするときに事前につけてくれるようになるので、なるほど、敵に火傷をつけてからスキルを選んでスキルを攻撃してくれたりっていうのができるようになっているので、じゃあまずジェットをこう選択して、そうですね、選択した状態 でスキルを選べばいいんですね。はい、どうしようかな。第一文字、第一文字にします。技の名前もかっこいいですね。はい、これで多分死ぬと思うので、よし、じゃああとは普通にもう、そうですね、何でもいいから入れとく感じにするとかね、はい、これがバディで、このカットインがかっこいいですね。おお、あ、もう先にバディが倒してしまうという倒しちゃう、はい、あ、終わってしまったんですけど、お、見事勝利はい、こういう感じで進んでいく感じ、はい、こういう感じで、はい、強敵になればなるほどバディとかサポートがすごく重要になってくるので、それをどんどん使って戦っていくという感じになります。はい、はい
で前回ってこの黄色いところに人がいて、はいはい、救援とかできたじゃないですか。今回は、はい、人もそうなんですけど、あの猫とかもいるので、猫、はい、猫も助けたりすることができるので、唐突な猫ですね。急に猫、急になんか猫、うん、はい、何かそれはあって猫なんですか？猫はですね、拠点にさっきのあの、拠点的なところがあるんですけど、はい、あそこに猫カフェを作れるので、猫カフェ、はい、急になんか可愛くなりましたね。はい、猫をいっぱい集めるとちょっとまたいいことがあったりします。まあ、猫ねみんな好きですからね。はい。カムさん猫好きなんですか？はい、あの開発猫好きがすごい多かったので、今回あの猫カフェを作ったりしました。はい、一応ねドラゴンのゲームなんですけどね。そうですね。うん、ドラゴンわかるんですけど、いっぱい借りつつもちょっと癒しが欲しい時に、はい、なるほどなるほど。猫は助けるっていう。言われてみたらここに猫がいますね。あ、そうです。これですね。本当だ。猫がいます。これをかわいい。猫を救助した。そうす。本当に救助するだけで終わってしまう。で救助すると猫カフェが作れる、はい、自分の猫カフェに、はい、今助けた猫が拠点に現れるのでそいつをどんどん集めていくって感じになります、うん、うわいた。あ、たくさんの猫が見てくれてます。ニャーニャー言ってます。ニャーニャー言っていると本当にシンプルなあの、うん、ターン制のコマンド RPG なので分かりやすいですよね、はい、応援のね、コア RPG で、なんかあのスキルも前作とかでも、はい、おなじみのスキルもあったりとかそうですね、するので、はいはい、で、まあ掛け合わせるとすごいあの信じられないような攻撃力を出したりするので、うん、そこもいろいろ組み合わせてみて楽しんでほしいなというところです。うんうんうん、奴は俺が倒す。ちゃんとボイスもね。そうす、今の明夫さんですよね。大塚さんのすごいやつが。前作明夫さんいらっしゃらなかったですよね、確か。はい。あ、そうなんですね。親父分はちょっと少ないなって思ってたんですけど、今回はもちろん親父分もちゃんと補充されていて、はい、すごい増えたと思ってるので。まあ、外見がちょっとごついキャラもね増えましたからね。はい。伊藤さん親父キャラ好きなんですか？親父キャラ好きですよ。おお。なかなかじゃあ今回はもう充実と。そうですね。はい。そうですねとか力強く言っちゃいましたけど、はい、あ、いたよ、はい、いいですねこれ。ちなみにあのさっきセロ B、はい、関係ないよって言ってたんですけど、はい、あの女の子のスカートがちょっと短いのがセロ B。 そこ？そうですいや本当なんです、はい、これ本当別にちょっと長くして縁にすればいいんじゃないですか。いやでもこのねギリギリの攻防が本当にいいんで、はいえ、川端さんそこなんですか？そこはすごい頑張りましたので何言ってんですかね、本当に頑張ったところなんです。ここが川端さんが頑張っちゃったところなんです、はいはい、川端さん、なんかおとなしいキャラ、そういうところは頑張るんですね。はい、あのよく見えるキャラとあんまり見えないキャラがいる。何を言ってるんでしょうね、本当に、はい、そこもポイントです、はい、あ、なるほど、はい、それ探していただこうと、はい、はい、ということでね、プレイしていただきました、はい。さあ次期プレイはここまでとなります。じゃあちょっとあの伊藤さん事前にプレイしてみていかがだったでしょうか？そうですね、あのもう今急にいきなり私プレイしたんですけど、はい、もちろんあのお話の時は最初に3人パーティーを選んでからどんどんこう仲間が増えていくのでこんなわたわたわたとはならず、うんうんうん、ちゃんとプレイできるところから始まると思いますので。でもそれでも全然ね前作まで遊んでれば本当に素直に遊べるというか、はい、爽快なバトル